菊池圭翔選手です。準決勝なかなかね、こうちょっと、そうですね、武田もちょっとスタート失敗したみたいで、あれよく聞かせて前に行きましたね。ちょっとまあはい、ちょっと一応行ってみようかと思って行ったら、はい、入れてくれたんで、はい、それで武田もそれでちょっと落ち着き取り戻したかなって感じだったんですけど、まあ今節目標もねしっかりしてますし、その中で決勝進出を決めたというのは今の状態では本当にいいんじゃないですか。そうですね、本当に、はい、自力選手も、はい、頑張ってくれたおかげで決勝乗れたというのもあるんで、はい、この思いもしっかり受け止めて頑張りたいと思いますけど。さあ決勝戦ですけども、どのように走りましょう。そうですね、北ちょっと分かれるんですけど、大川は高橋の3番手で、はい、頑張りたいと思いますけど。これチャンスあるうちじゃないですか。そうですね、はい、最後まで諦めず頑張りたいですけど、ダービーのね、こう平原君じゃないですけど、こう取れない中でこう取れたっていうのは自信にもちょっと自信になったりするところありますか。本当正直あれ見てて本当に感動したっていうのもあるんで、はい、自分も頑張りたいっていう気持ちになりました。地元なんでたくさん声援があると思うんで、最後に意気込みをお願いします。そうですね、連日温かい声援ありがとうございます。優勝を目指して精一杯頑張ります。応援してください。阿部正弘選手です。今節位置取りも加え、縦足もね非常に引き続いて好調に見えるんですが、いかがでしょう。そうですね、しっかりこうキープできると思います。準決勝、ね、6番のところちょっと粘るのかなといったところですが、あのあたりどのように考えてたんですか。そうですね、ちょっと車間が空いてれば入ろうとは思ったんですけど、まあ、詰めてましたし、もう下りだったんで、まあ、しょうがないなと思って、もう中段で落ち着きました。まあ、今節は初日から非常に自信があるというか、そのように見えるんですけども、自信満々の組み立てにではないですか。そうですね、やっぱりちょっと自在っぽい動きながちょっと多い感じなんで、まあ、今までの僕としてはちょっとどうかなと思うんですけど、まあ、それでも勝ち切れてるんでいいかなとは思います。それでは決勝戦ですけども、どのように走っていきましょう。はい、短期で頑張りたいと思います。いや、短期ということになると、ね、こう自分のこう好きなレースができるということで、さらに追い風のような気もしますがいかがですか。そうですね、まあ、自分のやりたいレースをしてしっかり、優勝を目指して頑張りたいと思います。 G3 の優勝実績もこの中では一番ですし、しっかり人気に応えて、はい、もうそこは人気に応えるように頑張りたいと思います。酒井優太選手です。まあ、今節非常にねこう動きもよく手応えも感じてるんじゃないでしょうか。そうですね、体は悪くないと思います。前傾の日にね股関節がちょっと痛いということなんですけども、そのあたりもあまり影響せずにって感じですか。そうですね、まあ、前場所ぐらいまでいまいち動き悪かったんですけど、今回は良くなったかなと思います。さあ決勝戦ですけども、どのように走っていきたいですか。北日本並んでもいいよって先輩方言ってくれたんですけど、別で櫻井さんと2人で頑張ります。まあ、大川君もね非常に準決勝なんかでも内容がよく、櫻井君もそのあたり警戒してという戦いになりそうですか。強かったですね、なんか考えて頑張ります。櫻井君もねこういろいろ考えて自力を出しているように見えるんですけども。ありがとうございます。はい、レースの組み立てもしっかりイメージして。そうですね、はい、ちょっと足では劣るんでその辺考えて頑張ります。はい、それでは優勝への意気込みを最後にお願いします。優勝目指して頑張ります。お願いします。大川健志選手です。いや、今節準決勝も強かったですね。はい、ありがとうございました。終わった手応えはどうでしたか。はい、初めての決勝に乗れてよかったです。準決勝も自分でちょっと自信つく内容だったんじゃないですか。そうです、まあ高橋さんに任せてもらったんで、まあ、もし晴れすぎた時はまあ行ってくれるって安心感があったので良かったです。先行するときとそのまくりに構えるときのその基準っていうのはなんか自分では設けてたりするんですか。いや、まあ仕掛けどころがなかったらまくりっていう感じですね。さあ決勝ですけども、まあ、同系の先輩がいてね、どのようなレースをしていきたいですか。はい、自分の力をしっかり出し切れるように頑張ります。準決勝の力を出せたらケイニさんも決してね、チャンスかと思うんですが。はい、まあ、準決勝同様敵は手強いので頑張ります。それでは最後に優勝への意気込みをお願いします。はい、力出し切って頑張ります。明日も応援よろしくお願いします。菊池武人選手です。準決勝、ね、スタートからちょっと冷や汗もんだったと思うんですけども、いかがですか。そうですね、まあ、やばいと思ったんですけどなんとかハイラインで決まったんで良かったです。周回中にこう心を、ね、こうざわついたりそういうのはなかったですか。まあ、そうですね、もうやっちゃった以上しょうがないんで、もうしっかり集中して走ろうと思ってました。もう先行体制に入ってからはもうそんなに意識は取られることなく。そうです、もうあそこまで行っちゃったらもうあとは自分のハイレース
自分の走り集中しようと思ってたので、そこからは、はい、そんなに気にはなってなかったです。4コーナーからの粘り足もよく今節は先行で活躍できてますね。まあ、そうですね、まあ、今日もラインに助けられてたと思うので、はい、自分の力だけじゃないかなと思います。うん、あの優勝のつかめる脚力はあるというふうにご自身で感じてますか？まあ、そうです、今回、まあ、悪くないと思うんですけど、しっかり明日も自分の走りできるように頑張りたいです。実に初めて優勝を初めて取りたいところですよね。まあ、そうですね、まあ、しっかり優勝も狙うんですけど、しっかりまず自分の走り、まあ、相手もすごい強いのでできるように頑張りたいです。それでは最後に意気込みをお願いします。優勝を目指して精一杯頑張ります。応援よろしくお願いします。竹村雄介選手です。まあ、準決勝ね、3番手からしっかりと近日に決勝進出決めました。振り返っていかがですか？そうですね、菊池君が強かったです。まあ、その中でね、決勝乗れたということで、位置取りはどのようにしていきましょう？そうですね、青森北海道の後ろで4番手固めます。まあ、ちょっとね、あの竹村君らしいこうギリがたい位置かなというふうに思うんですがそうですね、まあ、でも前の大川君強いんで勝負権あると思うんで頑張ります。しかも3着まで入ればね、こう G1 競輪祭もね見えてきますんで。そうですね、はい、それでは優勝への意気込み最後にお願いします。明日は精一杯頑張ります。応援お願いします。桜井正隆選手です。まあ、今節展開もそうですけども、自分でもこうチャンスをつかむ脚力の充実度っていうのは感じてるんじゃないですか？いや、前次第です。前のおかげです。はい、うん、はい、そうね、こう連勝そして2着ということで、まあ、ご自身も納得できる脚力ではないでしょうか？そうですね、はい。さあ決勝戦ですけども、どのように位置取りしていきましょう？北で分かれるみたいなんで、坂井君の後ろにつきたいと思います。はい。まあ、坂井君もね、非常に調子がいいみたいで、坂井君にもチャンスがあるように思いますが。そうですね、もうみんなにチャンスあると思いますんで、僕も頑張って、はい、優勝を狙っていきたいと思います。北日本と分かれて走ることって結構ありますか？いや、僕はちょっと前自力だった時はもう先頭で結構走ることが多かったんで、あんまないんですけど、まあいい経験ですし楽しみです。はい、それでは優勝への意気込み最後にお願いします。目いっぱい頑張ります。応援よろしくします。杉本正隆選手です。まあ、初日からね、厳しいレースで決勝進出しましたけども、ご自身の手応えはいかがですか？そうですね、決勝乗りでも悪くないです。準決勝もね、こう、まあ、避けながらよく伸びたかなというところですか？そうですね、紙一重です。さあ決勝戦ですけども、どのように走っていきましょう？そうですね、菊池君の番手に行きたいと思います。まあ、菊池君の番手ですから、非常に優勝近いんじゃないかなと思うんですが。そうですね、とりあえずついていくことに。立足はどうですか、自分の感触は？そうですね、悪くないと思います。それでは優勝のチャンスです。最後に意気込みをお願いします。とりあえず一生懸命頑張ります。応援よろしくします。坂本隆選手です。まあ、準決勝ね、前の大川選手が非常に強かったと思うんですが。そうですね、めちゃくちゃ強かったです。坂本君もあれじゃないですか、脚力の出来っていうのは手応えあるんじゃないですか？そうですね、大川君の後ろで余裕は、足の余裕はあったんですけど、心の余裕がなかったのでもうちょっと経験しっかり積みたいなと思います。さあ決勝戦ですけども、どのように並んでいきましょう？自分は大川君の後ろで頑張ります。まあ、北日本が分かれるということで、この辺りでの心境はどうですか？そうですね、まあ、大川君と坂井君で話してもらって、2人が別でやりたいってことなので、あとは後ろのつくみんなで話して、まあ明日終わってみれば北日本みんなで上位独占できてればいいなと思います。後ろが地元の、ね、菊池慶翔君というのも、ちょっとプレッシャーとか感じたりします？いや、そう、まあ、初日も一緒だったんですけど、まあ、まずはそこを意識して、本当に焦ってもいいレース、いい走りができないので、自分の走りに徹したいなと思います。まあ、函館はね、こう記念の優勝もあっていいイメージでしょうから、はい、それでは決勝戦の意気込みを最後にお願いします。明日 LINE で上位独占できるよう頑張ります。もうよろしくお願いします。